こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はリズムキープについていろいろ質問もあったので、今回はそれについて取り上げてみました。1、リズム走るのは自然のレッスンです。走ることに神経質になりすぎない方が良いという、これだけ聞くとなんかめちゃくちゃ言ってるみたいな感じですが、一応2番目、練習の時は神経質になってキープの練習をすることっていうことですね。3番目、テンポが走る時は2-4のハイハットと、スネアを、貯めると安定するということですね。自分の実態、テンポ自体を安易に変えないということがすごい大事です。アップテンポの曲は2-4が前に行くと全体が全く見えなくなる。この辺ちょっとまとめてお話ししたいと思うんですけど、で、スピード感がないと言われた時は、2-4のためがポイントだったりします。テンポを上げようとみんなしてしまうんですけど、スピード感というのはテンポの、テンポ感じゃないんですよね。だからそこら辺のお話と、テンポキープの練習はメトロノームの、頭出しと裏出しの両方を徹底しましょうということですね。ではやってみたいと思います。リズムが走るのは自然の摂理っていうことでですね、よくこうビッグバンドとかジャズとか、ジャズの普通のコンボなんかの場合で管楽器が 2,3 人いるとですね、最初のテーマ吹けるんだけど最後のテーマ速くなりすぎて全然吹けなかったって、これはプロでもしょっちゅうあります。でもそれがじゃあ悪いことかっていうと別にそうではない。逆にそのお客さんっていうのは青が速くなっちゃってみんなオタオタしちゃって、でもすごい勢いがあってバーンって最後終わったりとかするとお客さんはそれですごく感じるものがあったりする。例えばアートブレイキーのバンドで、もうみんなが吹けなくなってるっていうのはもうしょっちゅうありますね。あとテーマがね、だから逆にもうそのテンポが速くなることをもう間引いて練習してるから、みんなものすごく速く吹けるようにしてて、もうそれでも早く俺は吹いちゃうよみたいな感じで考えてやってたりとかすると思うんですね。だからビル・エヴァンスとかああいうの演奏でもそうですけど、最初の始まってこれ良かったな、すごい良かったな、もう一回聞きたいなと思ってプレイバックで頭に戻すと、あれテンポこんな遅いのっていうのはものすごくたくさんありますね。で、これ前の他にも他のビデオでも少しお話ししてるんですけど、結構テンポって全部メトロノームとずっと一緒だと歌物っていうのはあんまりこううまくいかないんですね。結構歌が興奮しきれなかったりするんで、最後のフィルのとこでテンポ1に上げてサビになったらテンポが 2-3 上がってるともうザラにあるんですよ、ああいう打ち込みでもね。そういう打ち込みなんかでやってる音楽でもそういう風に作るわけですから、要は人間的なものだったらもっともっとアップしていってそれが普通だと思うんですね。ただじゃあこれで練習するなって言ってるわけじゃなくて、2番目ですね、練習の時は神経質になってキープの練習をすることですね。もう練習の時はもうメトロノームからずれたらもう即座にもう頭に戻ります。これはもう鉄則です。もうで練習の時にメトロノームを鳴らさないの、これは練習の時間ではないです。必ずメトロノームを鳴らします。これは僕の師匠にも言われてますが、もうメトロノームを鳴らさないでドラム叩いてるのはこれは遊んでるだけで、これは練習ではないと。練習は必ずメトロノームのクリックを出してイヤホンで聞くなり、ああいうアンプで大きくしてちゃんと音が聞けるようにして、そのタイミングでちゃんと叩けてるのか、そういうのを必ず練習するということですね。でそれともうメトロノームが自分が今どこかわからなくなったら必ず一からやり直し、とにかくずっとその特にメトロノームが感覚としては練習してて最初の頃ってそうと思うんですけど、メトロノームが急に速くなったようにメトロノームが急に遅くなったように聞こえるんですね。でもメトロノームって本当にこう正確なんで、それは自分が速く気持ちが焦っただけで、そういうのを特に聞こえる部分、ただフィルインを入れた部分とかはものすごくこうそう遅くなって聞こえたり速くなって聞こえたりしますから、そこを重点的に、そう聞こえるとか重点的に、特にメトロノームとずれるとか重点的に練習して、で通しの練習もします。とにかくずっとそれを繰り返す。必ずメトロノームでこうスネアを叩く時も、エチュードをやる時もドラムのパターンをやる時も必ずメトロノーム表に鳴らしたり裏に鳴らしたりっていう練習を必ずしてください。だから練習の時は普段はもうキープする練習をしておいて、結局その場でキープしようと思ったらそれ以上の大事なものを失うんですね。演奏中にこうみんなで盛り上がろうと思っていやいやいや、はい、走るからって言って止めたら、それはちょっと音楽的にはそのキープ力をこううまく持っていけるようになるように、もう自然になるまではこう自分が抑えて抑えて抑えて、多少はあるけどもう常に抑えて走らないように走らないとやってると音楽が面白くなくなっちゃうんで、そういうところら辺はもうキープはもう練習の時はそうやってて、そのともう本番でできないということはそれはまだ身についてないということで、もうそれは仕方がないということで、それを繰り返すしかないと思うんですね。そういうふうに僕は思ってやってきたので、僕の意見ですね、僕の意見ですよ。はい、テンポが走るときは2-4のスネアハイハットを貯めると安定するということですね。
2音っていうのはあくまでもスネアなんかもそうなんですけど、こうちゃんとフラムかけて溜めるんですよ。まあちょっと前に紹介したリズムを科学するって本で、そのズレを全部こうパソコンでこう図形にしてですね、全部数値化してどれぐらい跳ねてるかどれがずれてるか、24は全員溜まってるんですよね。0.2 溜まってるっていうふうに書いてあったんで、かなり溜まってます。なので24拍っていうのはかなり溜めるんですね。でその、このテンポ自体は安易に変えない。アップテンポの結果24が前に行くと全体が見えない。アップテンポに限らずですね、リズムっていうのは前に突っ込むともう修正が効かなくなるんですよ。例えば、ワン、ツー、予測。今相当後ろに叩きましたけど、なんとかすぐ修正できるんですよ。後ろなりすぎても。だから前に行っちゃうと、まあで、前に行ってしまうと、まあちょっと今極端にやりすぎましたけど、前に行ってしまうと今みたいにこう前に行きすぎると、こうもうガクンってテンポを落とすしか方法はなくなるんですね。遅いところから前に行くのはじわじわっとこう感覚を見ながら戻せるんですけど、スネアとかこのまあ例えば4ビートでもそうですね。4ビートでもやってみますね。そっちの方が僕はうまいかもしれないです。かなり後ろに引っ張りましたけど、これぐらい引っ張っても全然こうなんていうのかな、ちょっと重くは感じるんですけど、音楽は崩壊しないんですね。ところが、この2拍4拍と裏拍っていうのは前に突っ込むともう修正が効かなくなっちゃうんですね。もう走っちゃうともう全員が走るしかなくなる。全員で走り続けて最終的にもうぐちゃぐちゃになってしまうという典型的なパターンなんですけど、例えばアルマゲドンってね、エラスミスの曲、アルマゲドンのミス・ユア・スイングっていう曲があるんですけど、あれなんかでもそれスネアちゃんと溜めてないと、どん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 速くなって歌えなくなってるっていうのをよく見るんですけど、要は2拍4拍っていうのはすごく思ったよりちょっと深めに溜めといて修正するぐらいがちょうどいいんですよ。フィルインやった時にちょっと走っちゃったとしても、ハイハットをグッて溜めたらなんとかなるんですよ。だからちょっと走りすぎたなと思った時はグッとハイハットを溜める、例えば逆に言うと、このフィルインっていうのは逆に後ろにグッとそれだけこう、これは歌なんで、フィルインは歌なんですよ。リズムとこう逆転してるとこなので、歌ってできるだけ後ろがいいんですね。なのでフィルインになった時は歌を歌うんだっていう風にちょっと切り替えるんですね。だからベーシストなんかでもそうですけど、こうメロディを弾く時のタイムとリズムを弾く時のタイムっていうのはタイムを切り替えるんですね。リズム側のタイムとメロディ側のタイムって違うんですよ。それを全部縦で一緒に合わせてしまうと面白くなくなって、これグーって引っ張られてスイングして戻るっていうのが、ここがすごい大事なところなんで、そういう時にこう2拍4拍、要は自分がリズムが狂ったなって思った時っていうのは2拍4拍を少し溜める。そうすると溜めると結局2拍4拍溜めると1、3拍が前に来るので、そうするとこうスピード感っていうのが出るんですよ。要は2音を溜めて1、3拍が元の位置にいるから、だからこうすごいこうギュッて引っ張ってパンって離す、そういうスイング感とかグルーヴ感になるんですけど、要は
よくありがちなのはもうこっちを貯めたらこっちも要は1、3拍も後ろに来ちゃうみたいな。で実際にその例えばこういうスイングのビートの、あの要はレードバック16ビートっていうのをよく僕話するんですけど、このね、表拍も一緒に後ろにいちゃう。そう、今なんかこう16遅い重たい16ビートがなんかふわふわ乗っかってるみたいな、これがいわゆるブラック16ビートのタイミングなんですね。だからトップを感じて、で実際全員トップを弾かなくて全員がレードバックしてるっていうのもあるんですけど、こういうやり方です。だからジャズのラテンっていうのはこのタイミングのラテン、このタイミングでラテン乗る。だからエルヴィンのラテンみたいな感じはゲッツ&エヴァンスっていうアルバムでやってる ラテンのパターンなんかまさにこのテンポですね。テンポ感とかフィーリングは全く変わってないんだけど、レードバックしたところの、8分音符なのね。タイムが頭で合わせるんじゃなくて後ろで合わせるのね。だから後ろで合わせるから表拍が後ろに、みんなより後ろにずれていく。だから16ビートも後ろにいてちょうどハマる位置が、こういうのをリズムのポケットと言います。だからリズムのポケットに乗れるようになるとみんなこういうのができるようになるということですね。もう海外に行くともポケットポケットってよく話します。でこの間16サンバの話をしてた時はサンバはポケットの位置がちょっと違うっていう話をしてて、あなるほどなるほどって話、要は裏拍は一緒なんだけど16の2個目と4個目がこう人によってすごくこうえぐくこう溜めたり前に突っ込んだりしてくるから、そこのポケットが全然違うんだよねって話をしてました。だからセルジオ・メンデスの新しいやつとかもそういうグルーブがイーブンの上に後ろっかで乗っかってるからすっごいかっこいいんだっていう話をしててですね、またその辺あの源之進さんとビデオを作る予定なので、楽しみにしててくださいという、感じですね。なのでスピード感って言われるんですけど、スピード感って言うとみんなテンポで何とかしようとしちゃうんですけど、ではなくて要は基礎的な四分音符のところっていうのはみんな必ずこうもう本当ジャストにあって、ジャストより後ろを踏んでるから、要はタイム感のこのこっちを変えるんじゃなくて24のこの溜めたところのフィールをそこをね、こう操作するんですよ。だから、いわゆるその自分の自体のテンポを安易に変えないということですね。この自分の中に流れて聞こえてるこのジャストのやつに対して自分がねこう思ってるとか、ここはずれてるかもしれないと思って24を深く溜めたら、あのちょっとずつそれをずらしてみんなに合わせることができるんだけど、それをガンって変えるからグラッてしちゃうわけですよ。だからリズムっていうのは基本的に自分は必ずキープテンポキープしてるんだけど、全員からちょっとこれずれてるの修正しなきゃいけないと思ったら、僕は必ずやるのはハイハットの位置でこうハイハットの位置、これからハイハットの位置をこう目分量でこれぐらい変えてって、ああそうかそうかみんなこの辺の位置にいるので、じゃあこれをちょっとずつ修正してっていう風にしてこう収束させる。だからそういうこうハイハットの位置だけで他の人が歌いやすくなったり歌いにくくなったりするので、そういう時の24がため後ろに行った方がなんとかなる、ところが前に行っちゃうともうどうにもならないっていうことですね。ここをしっかり覚えておきましょう。はい、テンポキープの練習はメトロノームの頭出しと裏出しの両方を徹底としましょうということでですね、両方なので必ずその、要はこういうのでで拍できたら、ワンエンツーエン、ワンエンツーアツーエン、
るとこれ違う楽器奏者みたいに聞こえる。跳ねちゃいます。というふうに自分の位置をちょっといじるとこう跳ねたり跳ねなかったりとかするようになるんで、あちょっと跳ねてないなと思ったらこういう練習をしてるとちょっと自分が前に行ったりちょっと自分が後ろに行ったりするようなことでなんかうまくこうバンドを乗り切ったりすることができるようになります。なのでそういった練習もしっかりしていただければ、リズムキープはねかなりその、メトロノームでジャストであればいいっていうものではないんですよ。ジャストの中からもうちょっと前を叩いて、ジャストはここだけど俺はここに音を出してる、ジャストに対して俺はここで音を出してるっていうところをこう意図しながら演奏するから、だからグルーブするんですね。だからこうシンプルなフレーズなんだけど重量感があるようにしてきたりとか、そういったところはこういうところにあると思うんですね。であくまでもこれは数字でやるっていうよりかは、結局最初は数字は指標なんで、もうちょっと前かな、もうちょっと後ろかなってやってみて、体がその歌を、ズレの歌を覚え込むみたいな感じなんですね。そういう風に練習していただければ、この雰囲気のフィールになるためにはこれぐらいずれてると、これぐらい溜まってるとかっこいいみたいな感じを体に覚え込ませる感じだと思います。というわけで、今回はリズムキープについていろいろ質問がありましたので、要は2拍4拍のずれについて、こう後ろにいるっていうのがいいってことですね。その代わり一三も後ろにずれてきて、自分のこのタイム自体が後ろに行ってしまうとダメですよというお話でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。